さて、それでは今回は超久しぶりのポケ3動画ですね。ポケ3動画と言いましたが、まず最初に、改めて確認しておきたいんですけども、この動画ではですね、ポケモンスリープに関する情報一切ありません。もう必要なことなんて何一つないので、こらったなんか弱いわみたいな人ね、僕もそう思う、見るものはないと思います。雑談会です。特にまあ、静止画になるかな、ちょっとぐらい動画が動くかなぐらいの感じなんですけど、絶食厳選を約4ヶ月やりました。体感的にはそうですね、4年ぐらいやってる気持ちですね。めちゃくちゃ長く感じる。でやってみた、まあ今現在の結果とか、まあ大体ふんわりとした感じね、細かい数字データ等は、ようわからんので、データって言ったらあかんのかな。僕の端末に入ってるコラッタ集めに関する情報をやっていきたいなと思います。このコラッタ集めというゲームなんですけども、コラッタ以外が出た時にもう嫌な気持ちになると、もうスイ君なんて全く興味ないですね。とにかくコラッタが欲しいということで、集めてきたんですけども、そうやな、伝えることで言うと、まずまあ僕が最近知ったのはこちらですね、並び替えというモードがありまして、これを登録日順にしとくと、ポケモンを逃がしやすいっていうね。もう毎回コラッタ探して、うわ、今日捕まえたやついらんな、逃がすんどうしよう、みたいなのでやってたんですけども、登録日順にしといたら一番上に来ると。ただまあ、捕まえた時にもすぐ逃がすっていうボタン出してほしいですね。そんなん誰か言うてへんのかな。いっぱい配信者もユーザーもいる世界やから、早うなんとかしてほしいんですけど、まあ、そうですね。僕みたいに捕まえて逃がすっていう作業を無限にやってる人が他におらんのかな。データだ、ちょっと後で貼っときます。そうか、スクショ取ってない。もう口でいい ?170 匹捕まえましたよ。こらった。なんかフレンドポイント170。もう何も変わらないです。一定を超えたらね。何ぼやったっけ?なんか世に言われているね。何匹か以上はもう何の意味もないですし、まあ、もっと言えば最初から何の意味もなかったのかもしれないですね。残ってるのがこれぐらい。ボックス内が、もう木の実の数を持っているぐらいではもう逃がします。木の実の数プラス、お手スピとかなんかちょっとオンされてないともう魅力ないかなっていうことで、2段階ぐらいの子たちがここに残ってるかなと思うんですが、まず怖い話ね。170匹捕まえたんですけど、完璧なステータスは1匹も出てないです。もう確率じゃないと思う。170引いて出てないから、もうなんか、なんて言ったら奇跡でしか引けないんでしょうね。よく言われてるような、お手棒付き、お手スピ付き、性格もお手スピアップでみたいな3段階アップみたいな、のはいないですね。最大が、結構毎回紹介してると思うんですけど、これが最高ですね。コラッタ最、という名前にしてますが、こちらで、木の実の数 S、お手棒付き、お手スピ M までですね。だこれが最高でいったら、お手スピ S もついて、で、性格のとこで、スピードアップ、お手スピアップがつくんだと思うんですけど、そんなやつはおらん、ということで、コラッタ最高ですね。で、ちょっと今映ってるかな。コラッタの飴が1800個溜まりました。で、これ1800でどれぐらいいけるかっていうと、レベル50かな。1対50を作って、で、半分も余らんのかな。もう分かれへん、分かれへん。とりあえず1体が限界ですね。2体目はマックスまでいかないので、1匹あげれるかなって、今僕コラッタ、ラッタか。ラッタレベル50以上が2匹持ってるんで、3匹目が作れるかな、程度ですね。難しい。で、まあ、単純にこれ割ると月500ぐらい ?500 もいかへんのか。だからやっぱり400なのか。1週間でだいたい100ぐらいかなと思ってたんですけど、そんなもんですね。なんか300とかどっかで書かれてたけど、一応、コラッタ以外捕まえないっていうやり方でいけば、ポケサブレってそんなに消費しないんですよ。だからボーナスサブレとポケサブレ2個投げるみたいなことを、
だいたい1日に1回やって1匹捕まえるぐらいにしてて、100かなと思うので、もう完全に全部捕まえ続け、6匹全部捕まえ続けたら3倍ぐらいの火力に、火力というか、まあ、雨の数になるのかな。そうですね。まあ、何から諦めたかな。珍しいコラッタが出ることはもう諦めたかな。色違いはまあ定期的に出るんですけど、それでも確率は少ないね。170匹捕まえて、1、2、3、4、5匹かな？なので、で、まあ、木の実持ちはもう 50% ぐらいの確率で出てるけど、でもやっぱお手スピーが乗ってるとか、2段階乗ってるなんてことはめったないですね。基本的にはもう捨てるって言ったからね、逃がす毎日であるというところかな。で、何があとあるかな？コラッタが出る、絶食源泉でコラッタが出る確率ですけど、体感的にはもう8割、9割、コラッタが出ます。で、キャタピーが毎回この動画で言ってるんですけど、永久絶食源泉を始めて、1日目だけキャタピーが出ました。で、こないだ、なんかイベントで、こう混ざるときあるでしょ？何でも出るとき。どのタイプも、出ますよみたいな時に絶食厳選してて1匹だけキャタピーが入ってたことはあるんですけど、基本まあ逆に考えるとキャタピー、まあ、バタフリーを育てようみたいなのがめちゃくちゃ難しいかなと思います。 めちゃくちゃ難しいと思う。コラッタ8割9割の 1、2割でピチューが絡んでくる感じが、まあ僕のこの環境ですけどね。で、ここが逆転する時があって分かったのは、絶食厳選1時間半で僕は切るって言い続けてたんですけど、これ勘違いしてて、10時間寝ても別に、エナジーさえ溜まってなければ、絶食厳選ってできるから、スリープポイントちゃんと取れるんですよ。で、なんか偉そうに言ってるけど、普通そうなんやろね。で、まあ、そうじゃないと、だってパスに入る意味ないもんね。で、僕はま、パスやめたんですけど、で、長時間にすると、やっぱスヤスヤ、ピチューが出やすくなる。スヤスヤだったかな？ぐっすりやったかな？ほぼじゃないけど、かなりの確率で、50% 以上の確率でピチューになってしまうので、やっぱり1時間半とか、まあ、短い時間で切れば、コラッタが出る確率が大きく上がってくるというのは、まあ多分、事実だと思います。その、数値的なことはわからんけど、自分がやってて、あ、起こすん、ちょっと遅なったなって思ったら、ピチューになってしまうので、まあ、早く切ればほぼコラッタっていう状態。ほぼって言えへんかな、もう。基本 50% 上回った時点で普通確率ってもうえぐいぐらいね、高確率だと思うので、それがもう8割、9割、コラッタなので、十分かなと思うところなんですけど、ただまあ睡眠、スリープポイント取れるっていうのでかいんですよね。スリープポイントを取りながら、絶食厳選ができたっていうのは大きいから、まあエナジー、いや難しいかな。エナジーがね、ちょっと今日話したいことの一つとしてね、問題が絶食厳選にも出てきました。8割、9割コラッタ出るって言うてるけど、ここなんですよね。ゴクリンが育つっていう問題が出てきて、これが多分一番の原因だと思うんですけど、2体ともゴクリンが育ってきて、レベルが17とか15とかなんかそれぐらいあったかな。これね、働きよるんですよ、こいつが。で、やっぱめちゃくちゃ働かんし、で、まあ能力的にも最低成績を持ってたからこそゴクリンを育ててきたんですけど、彼が働くので、今までだったら、それこそ10時間睡眠をとっても、1回も働かんかったの。ゴクリンって。だから10時間全然ほっといて、朝になって押しても、何にも数字上がらんかったけど、今は四六時中木の実を取ってくるんですよ、彼が。この辺も影響してんのかな。これが本当の最弱ゴクリンのままであれば、でもそれで睡眠タイプが変わるとも思わんけど、でも今まで10時間とかでも別にコラッタだったんですけどね。ただまあ短い時間の方が
確実にコラッタになってるかな。もう知らんよ、全然。あのコラッタ集めの話してますからね、ポケモンスリープじゃないんですけど、まあ面白いといえば面白い。あのただまあゲームを遊んでる感じはしないですよね。でやっぱり難しい。あのかなり時間きっちり気にしてないと、きっちりでもないけど、一日に何度かまめにね、その木の実捨てたりとかいろいろする作業っていうのがどんどん過酷になってきて、だから極輪が、まず極輪艦隊みたいなのをたくさん集めとけばいいんですけど、まああれよ、あのメインの端末で選ぶべきことではない。全くその僕課金までしてたのに、やるべきことではないんですが、まあまあそうね、1万ぐらいいけると思ったんですよね、コラッターの飴。まあずーっとやり続けたら1万ぐらいいって、もうドカドカレベル上げれるかなと思ってたんですけど、全然2000いかへんので、ここまでかな、厳しいよね。まあただレベル上げるタイミングがね、まあ一回なんか雨ブーストあった時にそれすら知らなかったんですよね。僕だってコラッタ集めるだけやから、その雨ブーストとかも知らんし、なのであの全然、レベル上げれなかったんですけど、今現在はやっぱちょっと一週間絶食現象ができない状況になってるんで、もうこのコラッタたちもはめてるんですよね。こう週の後半になったら全部はめて、経験値ももらいつつ、それから、あれなんていうのかな、ミッションもねこなしつつみたいなところまで来てるので、ただまああの彼ら食事ほとんど食べれるもの取ってこないんで、食事がもうえぐい状態になるんですけど、まあちょっとずつレベルも上げつつでね、睡眠ポイントも今はねなんかリボンとかもらえるから、そういう意味では、コラッタたちをしっかり育てて、3体で、でも、まだ行くの、ウノ花行ってもなぁとは思うよね。レベル60にする必要は、全くないかなとは思ってて、50とかでもね、クリアした人たちがいるから、50で止めて、まあ、もう1体ぐらい、今でも多少はレベル上げれるけど、せめてまあ、ラッタ4体、体制ぐらいで、もう一匹は、何だったかな、適正のポケモンを一体持ってるんで、行ってみてもいいんですけども、ここまでやったら全部艦隊にしたいなとも思うよね。まあ、誰もそんなもん気にしてへんと思うけど、まあ、気持ちの問題でね、絶食厳選。まあ、ポケスリが続いてるっちゃ続いてるんですけど、私何にも参加してないし、長らくこの彼ら以外見てないんで、まあそうだよね。まあ楽しいな。私仮面ライダー集めっていうアプリありましたけどね、ほんとコラッタ以外に出ても何の興味も湧かへんっていうね。でもどんどん脳が死んでいってます。たまにそのもう今週は後半捨ててしっかりポイント取りに行くかみたいなね、かけらもやっぱ欲しいからねっていう時に違うポケモン出るんですけど、このポケモン何やったっけとか、持ってたかな持ってなかったかなとか、そんな状態をコラッタのみに捧げた、この2000時間以上、120日ですか。120で済まへんけどね。だって絶食このアプリが実装された時に僕2ヶ月やってるから、2ヶ月か3ヶ月か絶食厳選してたはずなんで、その時もまあコラッタ追いかけてたから、まあだからこその170フレンドポイントにはなってると思うんですけど、まあまあ、ちょっとスクショがないから、もう少し前のものをサムネに貼ったりするかもしれないんですけどね。たまーに報告しますんで、またよかったら見に来ていただけたらなと思います。作品動画もよかった、興味ないか、ね。ではご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。
とり映像系の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、古典の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。